朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である労働党と国家武力の最高指導者金正恩同士が、ヤンドク郡温泉観光地区の建設現場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会チェ・リョンヘ委員長、党中央委員会と国務委員会の幹部たちが同行しました。金正恩委員長は長時間にかけて温泉観光地区の建設現場の各所を見て、党の構想通りに地形の特性を生かし、周辺の環境と成功にマッチするユニークな観光地区が形成されたと満足の意を表し、エリアの区分と配置が実用的で、各建物が建築美学上非の打ち所がないと評価しました。そしてスキー場と温泉休養が結合した新たな文化情緒生活の分野が創造された。ヤンドク郡温泉観光地区は労働党の人民大衆第一主義の建築理念が徹底的に具現された創造物だ。すべてが人民のためのもので、人民の要求が反映されたものだ。ここが観光するなら、多くの人々がよく訪ねる人民の文化休養地になるだろうと喜びに満ちて述べました。また我々はこのような大きくない創造物一つ一つにも、朝鮮式社会主義制度の誇らしい姿を盛り込むべきだ。我が人民が日増しに変貌する不況な文明国の姿を見て、大きな誇りと愛国心をさらに深く胸に刻むようにすべきだ。残りの仕上げ工事を質的にテキパキ行って、最高のレベルで観光したヤンドク郡温泉観光地区を人民に送ろうと切々と述べました。さらにスキー場に取り付ける水平エレベーターとロープウェイをはじめ、設備の製作をすべて主な軍需工場に任せたが、いい出来栄えだと評価しました。続けて温泉休養と療養施設の運営の準備を手落ちなく行い、スキー場の運動器具の保証対策を徹底的に立てて、今年12月から運営を始められるようにすべきだとし、ここを訪れる人民にいささかの不便もないよう工事を質的に締めくくり、関係部門でサービスの準備もきちんとすることについて重ね重ね強調しました。金正恩委員長は建設現場の全景を眺めて、4ヶ月ぶりに来たが見まがうほどすっかり姿を一新した。建設に当たった軍人たちが嵐のような勢いで、一つの都市区画の形成も同じ膨大な工事をやってのけた。人民軍で一番戦闘力のあるこの部隊に建設を任せてよかった。専門建設部隊に劣らない本当に力のある部隊だと高く評価しました。そして党の構想と意図を絶大な真理とみなし、いつも無条件で決死の覚悟で実行していく人民軍がいて、党の構想はすなわち実践の歴史で綴られてきた。私はこのような軍隊と共に革命の道を切り開くのを最大の喜び誇りと思うと述べました。また労働党の誇りであり国の柱である人民軍が、これからも党が決心すれば我々は実行する、祖国の防衛も社会主義建設も我々が引き受けようというスローガンを高く掲げて、偉大な人民の息子娘らしく、祖国の守護者、人民の幸せの創造者、人民の忠牧として本年の任務を忠実に果たすことを望むと深い信頼を寄せました。金正恩委員長は、我々の幸せを我々の手で我々のやり方で創造していく熱意に燃えて、あらゆる挑戦と難関を自力構成の精神で乗り越え、愛国の血と汗を惜しみなく捧げている道内の人民と建設チームの人、鉄道部門の労働者をはじめ建設者皆と、建設に必要な資材の保証を担当した労働者たちが本当に苦労したとし、今日建設現場を見て満足の意を表したことと、自分の挨拶を人皆に伝えるようにと託し、温かく励ましました。偉大な金正恩総書記の歴史的なロシア連邦シベリア及び極東地域訪問8周年に際して、
諸村の図書写真試験演品展がブレア水力発電所で行われました。会場に偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長の革命活動の業績を見せる写真が掲げられていました。また不正室の偉人の普及の著作と社会主義諸村の今を紹介する図書写真、諸村民族の英知や努力試行芸品が展示されていました。開幕式にブレア水力発電所の人と市民、ハバロスク駐在諸村代表部の人が参加しました。マウスゼンの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に8月31日国際先端技術商品展覧会に参加する中国人ゲストが花かごと花束を捧げ敬意を表しました。諸村で新しい土地獲得が耕地面積を増やすための重要な課題として行われています。今年に入って耕地と河川を復元整備して数百ヘクタールの新しい土地を獲得しました。ファンゲ南道とファンゲ北道の各郡で耕地を区画整理し河川を整備する過程に成果が収められました。三分郡だけでも25日間で100ヘクタール余りの新しい土地を獲得しました。ハムゲン北道キョンフン郡では数キロメートルのキョンフン川に堤防を整理し2開拓地を開墾して耕地を増やしました。関温道クムガン郡をはじめ各地でも川岸の砂利の多い畑の開拓と窪地埋め、冷湿地の改良などを行い耕地面積をより多く確保して穀物の生産に利用しています。第45回ソベクス省全国青少年スポーツ競技大会の閉幕式が8月30日平壌の青年中央会館で行われました。青年同盟の活動家、専門家スポーツクラブのコーチ、選手、平壌市の青少年が参加しました。閉幕式では総合ランキングが発表され、9月18日最優秀選手賞の受賞者に表彰とメダルなどが授けられました。この1月に開幕した大会は学校の種目別専門家スポーツクラブ員1万人が参加し、高級、初級、小学校部門に分けてバスケットボール、テコンドー、諸村相撲などの18種目の競技が平壌と地方の各競技場で行われました。平壌市がランキング1位を占め、50数人の選手が4月18日最優秀選手に選ばれました。王中学保健省を率いる共和国保健代表団がインドのニューデリーで行われる世界保健機関東南アジア地域総会第72回会議に参加するため8月31日空路平壌を立ちました。諸村民主主義人民共和国資金参上及びテロ資金支援防止のための国家調整委員会スポークスマンが9月1日談話を発表しました。談話は次の通りです。今アメリカなど敵対勢力が我々がハッカーを動員して大量破壊兵器の開発に必要な約20億ドルの資金を摂取したという世論を流している。問題は彼らが何の科学的証拠もなく無理やり我々をけなす謀略資料を我々が認めもしない国連安全保障理事会対諸村生産委員会専門家グループの中間報告書にまで明記したことだ。サイバー犯罪をはじめあらゆる犯罪の現象がこのような根も葉もないデマを捏造したのは、嘘も100回すれば真実として受け止めるというヒトラーファシストの宣伝者の手法を再現しようとの愚かな行為である。敵対勢力のこのような暴力行為は共和国のイメージダウンを図り対諸村制裁プレッシャーの名分を立てようとの稚拙な行動に過ぎない。我々は我が国家の尊厳をむやみにけなそうとの行為に対しては妄想を許さず、あくまで決断するということを警告する。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは諸村の声放送です。リョンナム山での誓い。1949年
1960年9月1日、偉大な金正日総書記は金正総合大学に入学しました。総書記は昭和48年、1959年1月のある日、長い歴史を持つある国の大学を見たことがありますが、これが金正総合大学で勉強する決心を固めた契機となりました。その時総書記は案内人から高級中学校を卒業したら自国の大学に留学することを誘われました。総書記は、我が国には立派な金日成総合大学があります、私は金日成総合大学で勉強するつもりです、と答えました。この日総書記は随員たちに、この国の大学を見て金日成総合大学で勉強する自分の決心がさらに固くなったと言いました。大学中に金日成主席の革命思想を完璧に身につけ、祖孫革命を担う主人としての資質と準備を完成する、まさにこれが総書記の意図であり決心でありました。総書記は質素な制服に普通のカバンを下げて初日の登校をしました。この日学生たちと共にいろんな無惨の頂に登った総書記は、祖孫革命を担う主人となって主席の偉業を受け継ぐのは我々の崇高な任務である、祖孫を万代に末永く輝かせるのは自分の揺るぎない意志だと宣言しました。続いて自分の決心と勇気が込められた詩、祖孫を輝かそうを演じました。世界に輝く太陽の異名、大を継いで成し遂げよう、地の光宇宙みなぎり、共産主義目指し進みゆこう、ああ諸村、我が諸村。これは金正日総書記が国と民族にかけた歴史の厳かな誓いでした。龍神山での誓い、広大師と話しました。諸村の声放送へようこそ。諸村の声放送へようこそ。この夜の平壌は風も涼しさを感じ、朝晩はうすら寒い感じさえしますが、皆さんの地方ではどうでしょうか。そうですね、でも日中は30度前後の日が続き、まだまだ暑いですね。皆さんの地方でも雨季が終わったとはいえ暑い日が続くということですが、気温の差が大きい季節の変わり目ということで、風邪など召さないようお体にはくれぐれもお気をつけください。パパ、この頃もリスナーの皆さんからお手紙がどしどし届いていますが、諸村の声放送の愛聴者である京都府の中村圭介さん、中村圭介さんから8月4日付の受信報告とともに次のような内容のお手紙をいただきました。こんにちは、 QSL カードをありがとうございます。新聞もありがとうございます。新聞を見て諸村の様子が理解できました。また QSL カードの写真にはペクトーさんが載っています。すごく綺麗です。これからも放送を聞いて友好を深めていきたいです。大阪府の山崎忍さん、山崎忍さんからは次のようなお手紙が届きました。諸村の声放送を最初から最後まで聞いていると、諸村のことだけでなくいろいろな外国のことなどもよく分かってきます。私は平壌放送の時代の時からこの諸村の声放送を聞いています。諸村の声放送を聞いていると偉大な金正日総書記のことがよくわかります。これからも諸村の声放送を聞いてお便りとお手紙を出したいと思っています。そちらからもお手紙やお便りを出していただければと思っています。諸村民主主義人民共和国の創建を心から祝っています。私はただいま諸村語を勉強しています。
朝鮮語をよく勉強してから訪朝したいと思っています。これからも朝鮮の声放送をいつまでも長く愛聴したいと思います。朝鮮のニュースと音楽番組などが私にとってはとても好きだと思っています。朝鮮の声放送の日本語化のスタッフの皆様のご健康とご多幸を心からお祈りします。東京都の小野孝夫さん。小野孝夫さんは7月20日と21日付の受信報告とともに2通のお手紙をお送りになりました。まず7月20日のお手紙をお読みします。音楽の合間に教壇に立って38年のような国内の事情を紹介されるのはより身近に感じられて素晴らしいと思います。なかなか毎日は放送を拝聴できませんのでホームページを拝見し参考にしています。続いてその翌日のお手紙です。やっと梅雨明けになりました。しかし暑いです。今まで涼しく過ごしやすかったので体がまだ暑さに慣れません。家庭菜園の野菜は元気になっています。朝鮮の声放送の愛聴者である中村圭介さんと山崎忍さん、小野孝夫さんは放送を通じて古くから知り合った親しい友です。いつも放送を聞きになった後は必ずご感想とともに朝鮮人民とスタッフへの励ましのお言葉、放送の発展に役立つご意見を書いたお手紙をくださっていますが、リスナーの皆さんのこのようなご協力があって放送の内容も豊かになるものだと思っています。山口県の杉山哲太郎さん。杉山哲太郎さんからは7月30日と8月10日付の地震報告とともにマリンスポーツの盛んということは初めて知りました。東京オリンピックでの活躍を期待しますというお便りが届きました。杉山さんは地震状態についてもお知らせになりましたが、これは朝鮮の声放送にとても役立つものだと思います。杉山さん、具体的な受信状態を知らせてくださりどうもありがとうございます。長崎県の古川隼人さん。古川隼人さんからは1ヶ月ぶりに8月2日付の地震報告が届きました。そして東京都の今橋光さんをはじめリスナーの方々から放送をお聞きになっていることといろいろと生活にあったことについて書いたお手紙をいただきました。リスナーの皆さんのお手紙はほんの少しの気持ちだけの内容でも番組作りに勤しむスタッフを力づけるものなので、これからもどうぞよろしくお願いします。リスナーの皆さん、これからも真心こもるお手紙で朝鮮の声放送と朝鮮人民との絆を一層固めるようお願いします。ではリスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。